タイヤ付きアルミホイル入荷したんですけど、これ16インチ、これ何も書いてねえんだな、これね、珍しいな、何も書いてないです後ろに。そんなこともあるんですね。これあれか、一本だけバラしてみっか、どのぐらいの割合でアルミが取れてタイヤが取れるかっていうのをちょっと見てみるか。すごく軽い。7.9 キロ、ちょっと計算機持ってくるか。7.9 キロ×300円は2370、引くタイヤ330、1本2040円の利益か。処理費差し引いて1000円の処理、1000円か。タイヤ付けだと1300円だよね、1本。1本の利益、なんと740円です。素晴らしい。やりますか、4本とも。これちょっと硬いですね、タイヤが。かなりガチガチだ。
あ、お言葉やいっけ。あ、こんにちは。ガチガチだ。行くともしね。最悪だな。どうすればいいんだろう。ないですね。なんとかぶち込んでやってます。いや、硬い。カッチカチだ。ダメだ。これだな。ああ、取れねえ。壊れたか？なんだこれ。7.9。同じやつなのかな。同じだから7.9しか取れねえ。厳しいな。よいしょ。
2つ取れた。あとこれは下になってたんですけど17インチだからまだ後にしましょう。でこれが16なんですけど扁平率が広いんですよ。225万あるんですよね。扁平率、扁平率じゃない、なんていうの、幅。ツワラー V 後輪専用アルミホイール。でこれぶった切ってみますか。ちょっとこの正面がここにぶつかって切断機が切れないのでベビーサンダーで切ります。良かったですよ。そうか、はい、なんだ大きくてうちの人こだわけいろじゃなくて儲かったもっと寝がって言ったら、うん、寝って言われた、寝て言わちゃったよし腰で、ね、力模様だなこれね。疲れるな、うん、今日風強いんだものね。ごちそうさんね。ありがとうございました、はい、よいしょ。これ重かったですね。 8.2 キロありました。2460円、引く330、2190円、引く1300、838円か1本利益。時給に換算したらすごいいいんじゃないですかこれ。以上ですね。とりあえず16インチはこれで終わりです。もう一本出てきたので外します。16インチ。はい、ありがとうございます。慣れてきたら結構早いな。